ねえねえ、聞きましたか？ねえねえ、おまっちゃん、あのカミソリの半蔵が捕まったんですって。さすがは南町奉行鳥居甲斐の神様だ。見直したぜ。御前、半蔵の除名を嘆願しては。捨ておけ。北町奉行所隠密回り同心伊丹半蔵は、その方その職権を乱用いたし、賄賂を受け悪事を黙認し、御権役令を勝手にいたしての非行の数々、その罪状ことごとく明白なり、よって残罪申し作るものなり。武士として切腹を申し付けたいところであったが、その方囚人の前での処刑を望みと推察したがどうか。はあ、ありがたき幸せにござりまする。お前の賭けに乗った。どうした？伊丹半蔵のお裁きが下りました。ほえな。明日馬の下刻、小塚っ原で残罪と決まったそうでございます。ああ、切腹じゃねえのか。何しろ巷の声がうるさいので。おじね、床を伸ぶろ。は？床を。おい陣内、俺は病気だ。はい。たった今から重病だ。何事が起こってもだ。明日をも知れぬ重病ということで、すべて始末いたせ。たとえ上様からお召しがあってもだ。はい、かしこまりましてございまする。これでよしと。おい陣内、おいら寝るぜ。遠山が重病。お奉行から格別のおぼし召しである。神妙にいただけ。うん。冷えるの。遠山様がご病気らしいですね。うん。ご店員の尾形漱石から病の届けが出されたそうだ。軽病でしょう。いやいや、正規の手続きを踏んで隠居願いまで出したらしい。来る、必ず来る。俺は生き証人だ。必ず救いに来る。必ず。いや、そんなはずはねえ。来る、必ず来る。必ず。
先八、どうやら俺ら妖怪に負けたようだぜ。半蔵、お前の最後、このわしがしかと見届けてやる。言い残すことはないか？ございません。言い残したいことは取り、てめえには山ほどあるんだ。そいつをぶちまけるにはどうしても桜咲かせなきゃならねえんだ。さあ咲き上がれ、遠山金四郎。そろそろか。ああ、先に寺へ帰って待っててくれ。さあもう帰れ。もういい。先に寺へ帰って待っててくれ。おいおいおい、そんなことなんだよ。中止して伊丹半蔵の身柄をこっちに渡してもらえて。御裁下の下り士三体の者もいかなる訳があって飛び立てをするか。上様がそう仰せられるんだから仕方あるめえ。何？取り替え上位である。上位、伊丹半蔵の身柄を遠山左衛門の城影元に預け、評定所にて再吟味申し作るものなり。何か文句あるか？どう、早くまんどれ。
恐れ入った。さすが遠山の金さんだ。うるせえな。これで鼻でも噛んで黙ってろ。昨日の今日だぜ。上位なんかもらってる暇なんかあるもんか。大山は一世一代の勧進帳だ。わしと半蔵が撒いた種に遠山が季節外れの花を咲かせおった。しかし上位とは考えたものよの。遠山様は確か重病とのお届けが。だからあの遠山は偽物、本物は明日をも知れぬ重病というわけだ。半蔵が遠山を焚きつければこの妖怪が老中職を手中にする道筋が開けるやもしれぬ。